はい、みなさん、こんにちは、こんばんはジェジさんです。今日は、二千二十年の十二月二十五日金曜日。ただ、いまの撮影時刻は、二十二時三十六分を回ったところです。 いうことで今日はね25日クリスマスなんですけどもまあクリスマスって言ってもねこれ撮影してるのがあもう夜のね10時半を過ぎてますので、えー、もうクリスマスが終わるのがねあと数時間ということになりましたけどもお皆さん楽しいクリスマスねまあ昨日イブだったんですけども美味しいね料理とかなんかねイベントあったでしょうかまあコロナ禍なんでねなかなかこう外にね 外食をするとかね、えー、みんなで集まってなんかイベントを開催するっていうね難しいねちょっと今年は年になりましたけどもまあ家族ね、えー、友達ね、えー、なんかね楽しい思い出 作れたでしょうかはい、えー、そんなあなかなかコロナ禍であるクリスマスなんですけどもまあ,あ今日ね、えー、何時だったかな13時ぐらいだったかなじい、えー、さんのこのチャンネルで、えー、アクションカムのねプロモーションビデオっていうかはい、えー、このエイプマンのね、えー、A77 というね、えー、機種ですね、えー、ちょっと大きくしましょうはいこれですね エープマンの A77 とていう 4K30fps、ね、が取れるアクションカムねこの動画を出しましたけどもはい、えー、ご覧になられてない方はね、えー、説明概要欄もしくはね、えー、カードねリンクを貼っておきますのでそちらでねちょっと見ていただきたいなと思いますでまああの動画の、ね、コメントでもねちょっといただいたんですけどもまあ動画の中でねヨーロッパで人気があってねすごく売れ てますよっていうねえー、まあ動画の中でも言ったし説明概要欄にも書いたかなうんあの実は g さんあの この機種じゃないですよってね、えー、ちょっとね、えー、まあ、あの、コメントをね、えー、いただきました。まあ、その方は結構ね、事情を詳しくご存知のようでして、えー、非常に、ね、ありがたいですね。で、まあ、実はね、あの、プロモーションということで、エイプマンさんの方からね、まあ、いろいろ動画を出すにあたって、えー、まあ、こういうことはね、ちょっとキーポイントとして言ってほ言って欲しいよとかね、 あるいはまああのリンクはあのとかハッシュタグはねえこういうのを入れてほしいですよというまあ、いくらかねやっぱりこうあの案件動画って条件を受けるんだよね。 で、いいですよということで、まあ、そのうちの一つにね、そのヨーロッパの方で、まあ、人気が、最もね、人気がある機種ですよというのをね、入れてほしいというね、一つ文言がありましたんでね、正直に入れたんですけども、まあ、実際はこの A77 じゃないっていうね、えことで、コメント欄の方で教えていただきました。はい。まあ、ちょっとお名前は出しませんけども、教えてね、えー、くださった方、ありがとうございました。まあ、ちょっとプロモーションビデオということで、まあ、 のままねまあ深くあの調査もおじいさんしないで、えー、まあ言われた条件の通りにまあまあ処理をしてしまったということがありましたまあこの辺はちょっとこのね別の動画になりますけどもおまあここでえ一つねお詫びをしておきたいと思いますはいえーまあそんなこんなのね、えー、エイプマンね えーまあ、動画の中でもね、ちょっと言ったんですけども、ジェイジさんはあの車、自分の車にはこのエープマンのドライブレコーダーをね、えー、つけてるんですね。でまあ、結構ね、あの広角で。 で、夜も明るいということで、で、前からちょっとまあ、エープマンね、えー、こういうアクションカムもやってるっていうのは、じいさんしてましたんで、えー、ちょっとまあ、なんかね、機会があれば、ちょっとレビューしてみたいなーっていうね、えー、ふに思ってた、ちょうどね、いいタイミングにエープマンさんの方から、あこの A77 のね、商品提供ね、じ、え、い、ー、さんレビューしてもらえませんかというお話があったんでね、あいいですよ、ということで。 受けけたわけなんで、すけどもでまあ今日あの配信した動画の冒頭だったかなにも言いましたけども、まあいろいろラインナップがあってね、これはどっちかというと、その、怪機種なんだよね、もっとハイエンドの方では、まあ 50fps、50 4K のね、50fps だか 60fps だとか。 あと、これの一つ、上の機種だと外部マイク多様だとかね、まああって。で、まあ、そういうところからすると、まあ、すごくレトロチックな、赤いレベルのアクションカムであるという位置づけです。だから、まあ最近、あの、じいさんね、このチャンネルを見ていただいている方、ご存知の通り、XTUMAX とかね、アーカスの BRAVE7LE とかね、まあ、ああいうアクションカムもやってましたんで、 まあ最近のどっちかというとアクションカムに近いまあさすがに GoProHero9 にはね、えー、全然負けるとは思いますけども。 それでもまあタッチスクリーンだったりね、まあ最近のトレンドをよく取り入れてるね、デュアルスクリーンだったりということもありまして、まあどちらかというと、これはもう一昔、二昔前ぐらいのね、感じ、タッチスクリーンでもありませんしね、この横の上げ下げボタンでメニューを選択をねこうして、OK ボタンで確定するみたいな、本当にあのレトロなアクションカムであったわけなんですけども、まあね、 あの、ぶっちゃけね、この、この動画でも本当にあの、もう、プロモーションビデオもでも何でもないんで、ぶっちゃけますけども、まあね、あの、これはいかがなもんかなっていうところはね、やっぱあるんですよ。うん。まあ、あれを前回、あの、今日、前回というか、まあ、今日のね、配信、3時に配信した、え、プロモーションビデオではさすがに、あの、ネガティブなことはね、もう言いませんでしたけども、まあ、ぶっちゃけあるんですよね。で、まずね、あの、一つ、ね、 えーまあ、最初にこれを受けた時に、まあ、事前調査をね、えー、ラインナップをアマゾンでいろいろした時に一、まあ、つ動画の中でも言ってましたけども EIS ね、えー、電子手ぶれ補正です EIS っていうのはエレクトリックイメージスタビライザーの役、ね、頭文字を取って EIC ですけども今時のあアクションカメラで、えー、手ぶれ補正を搭載していないってどういうことっていうね うん、特にまああの日本人はね日本のそのユーザーの方っていうのはまあスマートフォンもそうですし、えー、普通のね一眼レフコンデジもそうだしビデオカメラもそうですし、えー、その手惚れ補正っていうのはねすごく気にするところでねまあ、カメラのレンズとかその辺の性能に加えてね手惚れ補正がついてるかついてないかってすごく大きなことでしょ。 で、これはね、まあ、アマゾンのサイトで、えー、EIS のね、チェック項目に、えー、チェックが入ってなくて、上位機種ね、こ,これの上からね、えー、まあ、EIS 搭載ということで、あらっと思ってね、まあ、案件、もうその時は受けちゃってましたからね、えー、いや、これは本当かなと思って、まあ、動画を撮ってみたら、まあ、あのご覧の通りね、もうブレブレの映像でもう、あれでも、じいさん必死にね、あの、これの下につけてたマウントをね、 しっかり、えー 持って、極力揺れないように歩いたんですけども、それでもやっぱりね、あの、ブレブレになりましたよね。うん、ジンバルじゃなくて、頑張るでね、頑張ったんで、頑張るでね、とこう押さえてね、えー、歩いたんですけども、やっぱりね、手ブレ補正ないと、あんなにブレるんだな、っていうね、久々に思いましたね。まずね、あの、それがね、いまいち、なんじゃこりゃ、っていうところですよね。それから、あの、開封した時に、あの、じいじさん、あの、冊子をね、 えー、クイックスターターガイドをね、ピーって広げて、まあ、その中に、えー、付属のアクセサリーの一覧があったんですよね。で、それを広げて、パッと見たときに、もう一瞬でね、あのー、わかりましたね、中出す前に。何がわかったかというと、充電用の台ですね、充電器の台。 でまああの動画の中ではにこやかにね、あの充電ケーブルもついてますよ、USB ついてますよなんて言ってましたけども、あのね、今時あの充電台がないっていうね、あのパッケージっていうのはね、非常にアマゾンなんか見てると、あの他の、ね、メーカーさんもそうですけども、充電台ついてないとね、叩かれてますよね、コメントでね。うんっていうのは、あのこの中にバッテリー1個入れるでしょ。 で、あの、ここに USB で繋いで、充電はできるんだけど、で、まあ、これ2個ついてるよ。あと1個どうすんのって。いや1個これ終わったらまた入れんので、じゃあこれ充電してる間、もう1個使えないじゃんっていう、そういう話になっちゃうね。だから、あの、本当に親切なパッケージっていうのは、その USB ケーブルだけじゃなくて、その USB ケーブルの中に、あの、バッテリーを挿すね、充電台。 あれをね、付けてるところが、まあ、最近多いですよね。で、あれが付いてないとね、結構ね、コメントで叩かれてます。もう、あれがね、あの、ちょっと、どうなのっていうふうにね、あの、思いましたね。あの、充電台が何のこっちゃわからん人いますかね。あの、じいさんの言ってることわかるかな充電台。ちょっと、えっ、ー、と、アーカスーのやつだけど、あの、こういうやつね。こういうやつ。 これはアーカーソーですけど、アーカーソーはちゃんとこれね、充電台ついてるんですよね。うん、バッテリーね、2個。ここで、ここに USB のケーブルつないで、えここにバッテリーを載せれば充電できる。この充電台がね、あのついてないんですよね、このエイプマンね。これはね、非常にね、どうかなと思いますね。あのもしあののもし そういうアクションカカムをね、えー、取り扱ってるメーカーさんこの動画を見てたらね本当にあのまずね日本じゃ日本じゃね、えー、この充電台ついてないとねみんなこれ買わないと思うよ、うん、売れないつ、うん、けた方がいいですあのいっぱいいっぱいアクセサリーね入ってるのはなんかお得感があるんだけどもあのアクセサリーを全部使うかってでうとね本当使うことないよねうん。 よっぽどのこととがないとだからあのいろんなジョイントの数をつけるぐらいだったらあれ減らしてでもあの充電台はつけた方がねいいと思います。ね。まああのバイクやる人はあのバイクのねこうクランプあれがないと困るし、えー、サーフィンやる人とかね、えー、あと バイクでヘルメットにつける人はね、この湾曲のマウントとか、サーフボートのフラットのマウントとか、ああいうやつはね、いると思うんだけど、あの、この曲がりがちょっとこう、ストレートなのか、こう、くとか、このギューっと弓の字になってるようなね、いろんななんか、あの、長さと形状のジョイントがね、入ってますけども、あの全部使うかっていうと、多分使わないよね。あれ使ってる、全部使ってる人、じいさん見たことないけどね。うん。あんだけ入れるんだったら、あれを多分、まあ、2個でも3個でも減らしてね、 コストのトレードオフするなら、あの充電台をつけた方がね、よっぽどいいと思うんだよね。うん。まぁ、あ、ちょっとメーカーさんで考えてほしいなと思いました。はい。で、えー、まあね、あの、今日配信した、あの、動画を見ていただいたらね、わかると思いますけども、まあね、ああ、 ちょっとね、じいさんが、まあ、これね、好みあると思うんだよね。あの、色味の話ね。これ結構ね、寒暖色なんだよね。あ、ごめん、暖色なんだよね。寒暖色ってどっちなのって、あの暖色なんだよね。で、じいさんはね、寒色の方が好きなんだよね。寒色と寒暖色、何が違うかっていうと、あの暖色だとね、赤みを帯びたね、ちょっと茶色っぽい映像になるんだよね。寒色だとちょっと青みが強くて、なんかちょっとクールなね。 映像になるんで、ね、人間はどっちかというと感触のが好きなんだよね。うん。でこれはね、どっちかというと暖色だからすごいね、あの茶色が濃くなるし、あの赤みをね帯びる。 安い映像にねサンプルなってたと思うんですけども、うーん、これもやっぱ好み出るかな。じいさんはもうちょっと青みが強い方があー好きだったかなっていうね、そんな感じがします。それと、あとね、ちょっと動画を実際に編集してて気づいたんですけども、まあこれね、ちょっとここじゃあね、わからないかもしれませんが、えー、っとね、こうね、微妙にわかる、これ、レンズ、 ポコッと出てるの。わかるこうやると。レンズ、頭ちょっと出てるでしょね。ガイドからね。うん。ガイドからちょっと出ててるんだよねで。それぐらいやっぱりね、こう、魚眼になってるっていうことなんだよね。だからあの、 動画の中でねちょっと太陽の方へこう向けた時のね映像があったと思うんですけども結構なんかちょっとあの雫みたいなフレアがピュッとこう時々ね現れたりしてましたよねだからまあそういう意味ではやっぱちょっとこういうあの魚眼が強いレンズっていうのは、うん、ちょっとあのそういう光ね、うん、まあ角度もあるんだろうけど弱いですよね。 うん、まあ、あの、ソニーのね、センサーをお、これは積んでるということなんですけどもお、まあ、そういうのもあって、結構センシティブに反応してたんじゃないかな、というふうに思います。はい。それと、あの、動画の中で、じいさんがね、個人的に持っている、この ND フィルターをね、つけたサンプル映像があったと思いますけども、えっ、ー、とね、これ、レンズがね、このガイドから先っちょこ飛び出てるからね、 結構ね、もしかしたらこれ入れた時にね、あの、当たってたかもしれないね。うん。そんなことがもしかしたらあったかもしれない。うん。ちょっと、あの、実際はね、これな、なんかこう、当たってるかどうかね、これでは確認できないかわかんないんだけど、もしかしたらね、こう、高さ的にギリギリ、こうね、こう、当たってたかもしれない。うん で、これはじいさん、昔あの SJ カムっていうね、アクションカムを持ってたんだよね。まあ、その時に買ったやつがね、あって、えー、何かに使えないかなぁと思ってずっとこれだけ残してて。で、まあ、X、XTU ックスとか、えっ、ー、と、アカソ s のね、ブレイブセブンだとか、その a c a の V50 Pro かな。うん、ああいうのにつけれるかなと思ったんだけど、最近のね、アクションカムってこのね、 なんだレンズレンズのね、この径がね、おっきいんだよね。大口径レンズなんだよね。だからちょっとね、こういうやつがつかないっていうことでね。うん、あの、つけるチャンスがなかったんだけど、これはね、まあそういう意味ではちょっと幸いなのかな。すごくあの、レトロな、ね、ちょっと一昔、た昔前ぐらいの感じのアクションカムなので、結構ね、レンズのサイズがちっちゃいんだよね。だからあの、簡単にここポコって入りました。ね。はい。 で、何が言いたいかっていうと、別にあの ND フィルターがうぬんっていうよりかはね、あの、こういうアクションカメラっていうのは、あの、なんていうの、レンズカバーが付いてないものが多いんだよね。特に安価なやつね。まあ、高価なやつでも付いてんのかなよくわかんないけど、あの、ついてないことが多いんですよ。で、まあ、あのレンズがね、こう外に飛び出てるし、まあ、このままをちょっと、 直に持っておくのもなぁと思ってで毎回ね悩むのがレンズカバーなんですけどもでまあその時にたまたまねあああの ND フィルターあったなぁと思ってでこれをねちょっと引っ張り出してきてみてこれがカバーに の役割になななればいいいととと思っっててここつけてみたらたまたたらまま入ったということなんでレンズカバー代わりに実は使ってて。でもまああの実際は ND フィルターなんでまあレンズカバー代わりなんだけどもまあこれつけて撮ってみたらどんな感じになるのかなということでねあのサンプル動画の中でおまけでつけたんですよね。 まあ、あの結果は見てもらった通りで、やっぱりちょっと、まあ、この濃さも、ね、あるんでしょうけども、かなり、ね、ちょっとダークな画像になってたんじゃないかなと思います。その代わり、まあ、太陽に、ね、ガーと向けた時にはね、えー、フィルターない時よりかは、まあ、良かったんじゃないかなと。 ということで。まあ、これもあの使う場面によってね、やっぱりちゃんと考えて、えー、使わないと、えー、つけたままでね、忘れちゃうっていうね、えー、こともあると思うんでね、気をつけなきゃいけないなと思いました。ただまあ、普通のレンズキャップだとね、しあしたまま撮ると真っ黒で撮れてないな、どうしようかなっていうことになっちゃうんですけども、まあ、これは ND フィルターなんで、あの画像はね、暗くなりますけども、 をつけたままでもあそういう利便性はあるよねということでまあちょっとレンズカバー代わりにちょっと置いてるんですけどもはいまあそんなこんなでねこれまあかなりねあの操作的にもレトロでねえー、まあ久しぶりにねあのこの操作感をね 体験しました。もう大概今のやつってこうタッチスクリーンなんでね、タッチしてこうやってスワイプしたりしてこう選ぶっていうことがね、多いんで、ついつい画面をね、タッチしちゃうんですけども、これタッチスクリーンじゃないんでね、あのー、一個一個ね、あの、上であ上げて下げてって選んで、で、切り替えはこのね、オレンジのボタンでやって、で、これで確定ね、OK で確定ってして、こう、あのー、4つのボタンを駆使してね、あのー、メニューをこうローテーションして動かさなきゃいけない。 っていうね、うんまあ、そこがね久しぶりにねあー昔はこんなことしてたんだってね思うまあ懐かしい思いをしながらね、えー、まあ今日ね操作してたわけなんですよね。うん あ,あとね、それとあの、プロモーションの中でえメニュー画面をね、お見せしてた場面もあったと思うんですけども、おまあ、ジジさんは英語がわかる人なんで、まあ、英語の方がね、あの、しっかり意味としてね、捉えられるんで、英語の画面でわざとね、えー、お見せしましたけども、もちろんね、日本語もできます。ただね、あの、日本はね、やっぱね、ダメ。もう、何これっていうね、あの、逆に日本語に、こう、メニューにしたことによってね、 これは何が言いたいのってわからないんで、もうね、あえて日本語にしてないです。 はい、あのもしあの日本語のメニューがあのどんな風になってるんですかねっていうところに興味がある方はちょっとリクエストしてもらったらそのメニュー画面だけのね動画を作ってもいいかなと思いますけどもまあなんせねこの手のやつってやっぱねへんてこな日本語変換をしてるということでえまあ安価なアクションカムについては日本語か日本語のねメニューは使えねえなっていうねまあ相変わらずのねちょっと感想になってきます。 はいでですね、えーまあ、今日あの最後にですね、この動画の後半、最後に、またサンプル動画をね、一つお付けしたいと思うんですけども、それは何かというね、ようやく今日ジじじさんが言いたかった本題に入っていくわけなんですけども、先ほどね、ND フィルターの下りで、昔持ってた SJ カムね、このね、SJ カムを使ってたという話をしましたけども、 その時にあの買いましたねこういう,うアルミ製のね、えー、こういう何ていうのこれフレームっていうのこれがね実はあのまだ手元にありましたはいでこれあの付属のね、えー、今回あのパッケージに入ってた台をちょっと合体しましてね、えー つけていいるんですけどもはいえー、これね、何がいいかというとね、まあ、これレンズキャップもちろんあるんですけども、えー、今ね、ここに、えー、健康とキーナのね、これ UV フィルターをつけてます。はい。こんな感じでね、健康とキーナ。わかるかな健康とキーナって見えるかなはい、えー。これね、こう,すこうした方がわかりやすいかな。よいしょ。どうかなこれ、デジタル。 健康、健康トキーナのね、えこういうねえ、フレームをつけております。はい。これアルミ製です。はい。で、これ裏側ね、こう、パコッとこう開けてねえ、この中にね、アクションカムをね、彫り込むっていうね、えー、そういうやつなんですけども、はい。えー、こういうのをね、ちょっと取っていたというのを思い出しまして、もしかしたらこれ入ったらいいのになぁというふうにね、えー、思いまして、えー ちょっとねトライしてみました。ね、えー、実はもうあの入るんですけども、ちょっとね、入れてみましょうか。はい、この後ろを開けてですね、これまだペリペリもね、取ってないままなんだけど、まあいいかっていうような感じなんだけど、こんな感じで後ろからね、ポコッとこう入れます。はい、よいしょ。こんな感じでね、入れます。 はい、で、えー、これをね、後ろから入れるんですけど、これがね、ちょっと癖物でね、なかなかね、じいさん、これ一発でね、うまく入れれた試しがないんだけど、えっ、ー、とね、ちょっと、ちょっと癖が、よいしょ、こんな感じで、はい、後ろ、バッチシでしょ。はい。で、ボタンもね、しっかり、ここ、電源ボタン押せるし、 えーとねここ上げ下げのボタン押せるし、で、OK ボタン押せるしということで。はいで、まあ、これ外部マイクね、対応してない機種ですけども、外部マイク対応してる機種だったらね、こっからね、外部マイクこう取って、 えー、つなげるとかねあとここアクセサリー集があるんで例えば LED ライトをねこうつけるとかねいうこともできますしでここにねちょっとねじ切りの穴があるんですけどもこれね付属であのこのね、えー、アルミのフレームに付属でね何ていうのカラビナみたいななんかこのリングがね、えー、ねじ込みでつけれる部品がついてるんですけどもそれつけると例えば首からぶら下げたりもね、えー、できるっていうね あと、ま、同じ、あの、三脚と同じネジサイズなんで、ま、そういったものをなんかアクセサリーをつけるとかね、え、いうのもできるということで、結構ね、便利なものです。ただね、あの、結構、側がアルミ製で、重くなりますね。あと、やっぱりこれね、もともと SJ カム用だったんで、若干ね、ちょっと、本体が、あの、遊びがあってね、 あの、ガタガタガタとはするんですけども、ま、その辺もどれぐらい影響するのかな、とえいうことがちょっと心配だったんでね、えま、動画でも検証してみました。はい。それと、あとね、ちょっとね、分かりにくいと思うんだけども、もうちょちょっとね、アップしようか。あのね、実はこれ隠れてるんですけども、このね、上、こっちかな。あ、こっちじゃない。どっちだ。こっちだ。ここのね、 ここの今ちょっと隠れてるんだけど、ここのね、ちょうど隠れてる線ぐらいのところにね、マイク穴がね、3つポポポって開いてるんですよ。ちょうどね、そのマイク穴をね、えー、塞いじゃう形にはなります。はいただ今日あのー、動画を撮って てきたんですけども再生して聞いてみると声ちゃんと入ってましたんではいまあ塞いでるけどもまあ、若干ここのね空間遊びがあるんで声は拾えるというのは確認できたかなというふうに思います。はいでこれねフィルターが UV フィルターなんでね、えー、なかなかその辺も機能するかなというところもね合わせてちょっとこの状態で下に 何、えー、だっけマンフロットのね、えー、三脚をつけて、で、こうやって手で持ってね、えー、撮ってきた、あのー、サンプル動画を、この後ね、動画の終わりにつけておきますのでね、えー、またちょっとね、最後まで見ていただけたらなと思います。まあ、これはあの、普通のカメラと同じようにね、えー、フィルターをつけてるんでね、ね、えー、しかもこれもうレンズキャップ付きなんでね、本当にもうカメラみたいでしょ。こうやって安心だよね。 ね、レンズ傷つかないからね。はい。で、まあ一応ね、ちゃんと見れるのは見れるよ。これ電源ちょっとオンしますね。え反対向けてオンします。よいしょ。はい、エイプ、マーンと立ち上がりました。はい、えー、こんな感じでね。はい、ちゃんとじいさんね、映っておりまーす。はい、えー、こんな感じでね。はい、しっかり。 画面もねこう、覆いかぶさることなく、はい、こんな感じで取、はいえー、れるのが分かっております、はい。ちょっとね、電源落としておきましょう。はい、まあなかなかこういうのをね、えー、いいかなと思いました。はい えこれだとね、えー、このままこう置いてね、えー、しまっておけるので、はい、えー、いいかなという感じですね。はい、えー、このね、えー、動画の後、ね、後半、うん、終わりの方にサンプル動画を、ね、つけておきますので、えー、ちょっと最後までご覧になっていただければと思いますね。何か言うんだっていうことね。はい、えー、まあそんな感じでね、まあ、エイプンマンというね、 えまあブランドのアクションカムですけども、はいまあ、たまたまじいさんがあ今回レビューしたのは A77 という機種ですけども。 はい、これの上にね、上位機種がたくさんありますね。前回の動画の説明概要欄の方にもリンクを貼っておきましたけども、この動画のね説明概要欄の方にもね、他の上位機種のねリンクなんかも貼っておきますので、ちょっと気になった方ね、そこのリンクから Amazon にピッと飛んでいただいてですね、ご自分でちょっとね、どれぐらいのものなのかというのをね、確認していただければなというふうに思います。はい、それでは。 これをつけた状態でのサンプル動画、えー、確かね、4K30fps だけでね、撮ったと思うんですけども、はい、えー、ちょっとね、参考にしていただければと思います。それではね、えー、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またーはい、えー、それではですね、今回はですね、この手持ちのこういうキットですね、 これたまたま s j カムを買ったときにじい、ね、さん買って、えー、もう s j カム m を、ねえー、売ってしまいましたので、この、ね、側だけ残ってるんですけども、えー、これは、ね、このレンズ周りのところに UV フィルターがつ、ね、けられてます、えー、この UV フィルター付きのこのガイドをつけたときに、ね、どんな感じに撮れるのかっていうのも、ちょっと、ね、撮影をしておきたいと思います。 ははい、えー、それで 4K30fpsUV ね、UV、フィルター付きのなんていうのかなフレームに入れた状態で撮影をしております、えー、このフレームに入っている状態がね若干、ちょっとガタがねありますので、えー、その辺もね、えー、ちょっとこの手ぶれにどんな感じに影響しているのかと。 えー、いうところもね確認していきたいのとあとね音声の入り方ですねちょっとマイクを塞ぐような感じなのかなはいこの辺でちょっと音がねどんな感じに入っているのかというのもねこれで確認できるかなという風に思います UV フィルター付きのガイドの中に入れて撮影をしてみました 4K30fps の映像でした